こんばんは。 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは。 MC の寺田由紀です。今宵も素敵なゲストの方々に来ていただいております。ベルベストから、スペシャルアドバイザーの工藤さんです。よろしくお願いします。そして伊勢丹のメンズのバイヤー谷口さんです。よろしくお願いします。2回目のご登場ですよね、お二人とも。前回いかがでした？予想以上です。あ、本当ですか？若い人の来店が本当増えまして、北イタリアと南イタリアの違いっていうものに対して、そんなに違いがあったんだっていう、そういう感想が多かったのがすごく印象的です。そもそも南とは違う洗練が北イタリアにはあるわけです、はい、でその南と北の違い、これは前回の、ね、放送をもう一度見ていただければ、非常によく詳しく分かると思うので、ちょっとこれの前にぜひ見てください。一回戻ってここに概要欄貼っときますのでということで、まあ、お二人が揃っていただいて、ちょっと気になるコメントを見つけまして、スーツのスペシャリストのお二人にも来ていただいておりますので、答えていただきたいなと思っております、お願いします。質問なのですが、私は真冬でも汗をかいてしまうぐらいの極度の汗っかきで、いつかは BR で紹介されるようないいスーツを買ってみたいと思いつつも、すぐダメにしてしまう気がしています。おすすめのケア方法や汗に強い生地なんかあればぜひ教えていただきたいです。ちなみに今はウォッシャブル生地専門です。という、汗とか対策されてますか？そうですね、私も、どっちかって言えば汗かきの方なので、選ぶ生地自体もまずウール、通気性がすごくいいし、連続着用しなければ回復力があるし。お家に帰られて何か特別なケアとかってされます？よほどに汗をかいた場合には、汗をかいた部分を水で叩いて陰干しするっていうことはしてます。手ぬぐいとか、それをこう固く絞ったもので叩きを入れることで、その汗の成分が抜けるので、そういうふうにやると生地が比較的痛みにくくなります。谷口さんいかがですか？はい、僕はですね、生地で言えば春夏のシーズンなんかは見かけるんですけれども、要は強粘と言われるよりの強いシャリ感のある生地なんかが肌離れがいいので、汗をかきやすい夏場なんかには重宝していたりします。着用した後は表はブラッシングをかけて、裏返して濡れた部分がこう乾きやすいような状態にしたりとか。星葉さんどうですか？結構夏もビシッとスーツ決められたりするじゃないですか。多いね。そういった時ケアはどうしてますか？女優だから汗はかかないよね。わーちょっと信憑性あるさっきお二人が言ってたように、ウールを選ぶ、強粘を選ぶってことも大事だし、あとはウールでもフレスコって言って少しこう空いてる素材なんで、そういうものは通気性がすごくいいのでおすすめですよね。でネクタイもしてると基本体感気温が3度ぐらい違うんだよね。そんなに上がるんですか、ネクタイって？そうだから、もう首元開けて熱を逃がして、で本当に大事な商談の時だけ全部汗を拭いてネクタイしてジャケット着て商談をするとか。ケアに関しては本当にもう汗かいたらクリーニング出しちゃうね。で少しの汗ぐらいだったらもうベランダとかで陰干ししてる、いつも。ありがとうございます。すごくもうそれぞれにすごくいいお話していただいたので、ぜひ参考にしていただいて素敵なスーツに出会っていただけたらと思います。それでは楽しみにしてた北イタリア、代表ベルベスト今回は2022春夏のベルベスト、どういうものを提案してくるのかっていうのをぜひですね教えていただければと思います、はい、今回はそのクラシックなベルベストではなくて、進化するベルベストっていうものをこうご紹介したいなと思いまして、前回ご紹介したジャケットインザボックスっていう、スタンダードモデルですね、それの進化版で今度はスーツをご用意しました、さらに小さな芯を使って、かつ毛人はちゃんと使ってます。そして生地もウールナイロンストレッチの最軽量のものを使ってますので。ウールナイロンストレッチ、ベルベストか。まず通常ちょっともう一回思い出していいですか？あー、これだ。こうなんか知ってるスーツの堅苦しさがないんですよね。ないね。21万7800円ですね。しますよね。そんなベルベストが、しゃかってる。しゃかってるんですね。多分ナイロンを使ったスーツの頂点だと思うよ、これ。そうですね、本当に綺麗。こんな綺麗になっちゃうんですね。なりますよね、ナイロンスーツも。驚きます。このストレッチ素材も
どうですか、扱いとしてはやはり難しいもんですか。天然素材のものってアイロンで立体的に仕上げることができるんですよ、うん、ただストレッチかつそのナイロンが入っていることによってアイロンがうまく効かないんですね。ですからクラシックブランドとしてはちょっと苦手な分野だとは思うんですけれど、それをきれいに仕立ててるっていう、そこがかなり違いが出てるなと思います。これはすごい。ちょっとベルベスト伸ばすの嫌なんですけど、伸ばした方がいいですねこれはね、はい、どう？行きましょう。おお、ストレッチ高い。結構いきますね。ちょっと一回着てみようかな。ぜひ着てみてください。どうですか。着やす、しかも軽っ。やっぱり着てもらってまずこう作りの違い感じてもらうのは、やっぱり頸椎から鎖骨、肩甲骨ですね、こういう部分がしっかりと骨格に乗っているのか、そうすることによって着た感じが軽く感じるんです。見た目に重要視するのがやっぱりラペル周りのこの辺りですね、バストです。この襟の立ち方美しすぎませんか。普通さナイロンだとできないよね。毛人を入れてるだ、綺麗に変えるんです。そこなんです。そしてもう一つあるのが袖の動き、はい、こう前に振った時に後ろの身頃に影響しない袖付けをできているのかっていう、やっぱそこってやっぱり値段の差に大きく反映してくるので、そこが技術力なんですね。でパッと見吊るされているもので判断されるとちょっと難しくて分かんないですもんね。真珠もあの結構ポリエステルとか要はそういう化学繊維のものを使うものも多いんですけれども、これは本当に馬の本当の芯が入っているので、胸周りのボリューム感がしっかり出るっていうのがすごくいいなっていうふうに思いました。しかもパンツが後ろシャーリングなんですね。そうですね、バックシャーリングで洗練された北イタリアのブランドベルベストの進化系という。今回は1種類の2色です、黒とネイビー。やっぱり進化系のものを求められてきてるってことですか。そうですね、きちんと見えるっていうのがやっぱベルベストのいいところ で、さらにそれがこうコンフォートであったりとか、はい、やっぱり着ていて楽だっていうような要素っていうのは、なんかこう他のブランドにはこうなかなか真似できない、なんかベルベストならではの良さなのかなっていうふうには思ってます。楽できるのにかっこよさがどこも引き算されてないんですよ。そうだね、だけど高いけどね。いやまあ高い、その分はちゃんとなんか手が込められてるなとも感じますし、さすがですね、ベルベストね。すごい。続いては、はい、カシミヤジャージのセットアップ作ったんですけれども、前回ご紹介したんですけど、それでカーディガンのジャケット、これはね素材シルクです、シルク100で100メッシュ素材、メッシュ素材、はい、クラシックスーツの作る形を作ってから縫製をしているので、着た時のあのシルエットの出方が全く変わってきます。これも着てみようかな、はい、サイズいくつですか。これね50サイズちょっと大きいかな、大丈夫ですかね。でこれ本当にあのカーディガンみたいな感じで着ていただけるの50でも、いやこれやばいよ藤間さん声張ってほしい。これやばい。 どうやばいですか。味わったことのない感動だね、ちょっとそのままでいいよ。はい、実に軽いです。実に軽いしおかしくないこれ。本当にこのものを見てなければカーディガンだと思います、ジャケットじゃないよ。だからジャケットじゃない、ジャケットの域を超えてます。やっぱりね、春夏の最上級素材としてやっぱりシルクっていうのは外せないなっていう、機能的に見ても吸湿性もあって、あと放湿性もあるんで、あの夏着ると非常に快適なんですね。だから T シャツの上から羽織った時でも非常に心地よく着ていただけますし、やっぱそこあたりは作りの良さと着こなしの幅の広さっていうものをすごく感じていただけるかな。それ畳めるので畳んで持って行ってその場で着ちゃうっていうので袋が付属します。え、袋に入れて持ち歩けるんですか。はい、ちょっと畳んでみてください。それ、そんな勇気ない私しかも値段見ちゃったんですこれ値段いくらですか。20万9000円。おお、やっぱそうなるよね。まあまあなりますよね、どういけるんですか。こう肩合わせでこうくるっとくるっと襟を持つ、襟を持つ、そしてでこう当ててもらって、でこうです。こうこうしてこうしてこう、そうですね、はい、あーちっちゃいこんな風になってたらさあジャケット入ってると思わないよ。しかもさびっくりしたんだけどさ、この袋すらも気持ちいいんだよね。え、本当だ、柔らかいジャージに関しては生地2種類ご用意してますんで、今寺田さんがお持ちのものはウール 100% なんです。
あ、これウールなんですか。ウールの方ちなみにいくらなんですか。これ16万5千円です。あ、ちょっと安くなる。買いやすいじゃないですか。感じていただけるとありがとうございます。橋本さん、買いやすくはないですよ。あ、そう、もうバグってる、バグってます。あとは本当にこれがもう自信作、ジャケットインザボックスのシルク100です。いろいろなグラデーションで色が入ってるんです、うん、はい、品よく見えるし、強い光が当たった時に上品な光沢が出ますんで。おー、かっこいい。綺麗だな、これ。いいですね。最高です。あ、お、え、シルク、シルク100です。すごい、めちゃめちゃ気持ちいい、うん、やっぱりシルクに勝るものなしですね。ですね。光沢もそんなに強すぎないからいいですね。うん、そうですね、上品な。やっぱりギラギラした印象っていうのは、うん、ベルベットに、ね、持たせたくはないので、うん、やっぱり品よく控えめな存在感って言いますかね。値段はちなみに23万1000円という、うん、まあしますよね。これだけの相当すごいと思うんですけど、うん、まだいっぱい隠し持ってるじゃないですか。気張って持っています、ね。ちょっとご紹介させていただきたいと思います、はいはい、やっぱり今シーズンヴィンテージライクな生地っていうのが、うん、やっぱり重要になってくるかなと思いまして、はい、このような三社紺のウールリネンシルク、綺麗なチェックだな。それブラウン、ね、ロイヤルブルーみたいな形ですかね。にサックスブルー、サックスブルー、綺麗ですね。いい色ですね。同じようなチェック、はい、ただこちらはですね、はい、ウールコットンシルクです。まあ、コットンが入ることでやっぱ少し膨らみが出るんで、はい、確かにウールリネンシルクよりも少しこう和らいだ感じといいますかね。デニムだったりチノパンだったり、あ、デニム似合いそうですね。なんかさらっと、ね、合わせていただけるといいかなと。大人だな。まあ、あとはこれで自撮り格子、はい、これは色はネイビーと白になります。ウールコットンですね、これは素材が。もうちょっと濃いネイビーだったり、あとは黒だったりっていう自撮りが多いんですけれども、もうちょっと明るめにすることでより爽やかさがあります。そしてブレザー、おー、来ましたね、ダブルボタン、ダブルボタン、シックスピーダブル、かなり細かいホップサックを使ってより品のある顔、柔らかい、柔らかい、そして軽い。ホップサックって70年代に流行った生地なんだけどね。あ、そうなんですね。そうだけどその時は硬かったのよ、ね、生地も進化してるってことですか。生地スーパー進化してます ね、 ですね、はい。でこちらはウールシルクリネンですね。ウールシルクリネン、はい、これも綺麗な色だな。これ柔らかいですよね。欲しい。でもちょっとさらっとザクッとした欲しい。欲しい。いくらだろう、値段見ちゃう。これおお、21万7800円。あ、しますよね。綺麗、すげえかっこいい。これとは、はい、持ちましょうか。スーツですね、こちら、はい、グレンチェックのネイビー、まあ、ちょっと薄めのネイビーなんですけれども、ブラック、これ黒さ、これね、ブラウンとブルーのグレンチェックなので、ちょっとね、色のトーンが繊細な雰囲気になります。あ、確かに濃いブラウンですね。普通の無地じゃないですからね。綺麗だけど、これスーパーマニアックですね。マニアックですスタンダードに見えるんですけども、うん、かなりこだわった生地になります。こんなの着てる人見たことない。あとこちらの私の着ているものの二色展開のものなんですけども、ちょっと去年のウールでシャリ感を持たせたものですね。今シーズンのスーツの特徴としては、ドライタッチなクラシック柄といいますかね、そういうものをご用意しています。まあ、せっかくの、ね、話で一番最初にしたけども、これちょっといいかもしれない。まあ、完璧だと思うんです。じゃあせっかくなので、うん、このスーツを使ってコーディネートみたいな。そうなんですよ、はい、実は今日ですね、はい、伊勢丹さんがこれを合わせたらかっこいいんじゃないかというアイテムをたくさん持ってきてくださっているそうなので。確かに向こうに伊勢丹があるもんね。そうなんですよ我々今からあちらの伊勢丹に行きます。ベルベストに行って、で向こうの伊勢丹に行って、コーディネートして帰ってくる感じです。縛った方がいいと思うんですよ。テーマください。テーマね、ちょっと外出したい気分ですよね。葉山とか、葉山行きたい。綺麗な海が見えて、イタリアンレストラン、あー食べたい。5月、5月、土曜日お昼ぐらい。お昼ぐらい。年齢は、これ変えるってことを考えると、うん、まあ、年齢よりもお金単刀直入ちょっとお金持ち設定ですね。はいはい、はい、うん、肌の色は、肌の色はね、多分ゴルフしてるんでちょい焼けですね。ちょい焼けです。いきますか。いきましょう。伊勢丹だなどうでした。めっちゃいいものがあるな。ありました。ボリエルフィナモ レ、 あ、ナモレ、クルチアーニ、グランサッソ、ジョンスメドレー、いろんなシャツありますね。え、これ素材なんですか。コットンじゃないかな。これコットンか、うん、でニットタイですね。ニットタイまであるか。黒とセブンホールドのレジメンタルタイ、ジェームウェストンのスニーカー、それから
スリッポンですね、タッセル、ローファー、これはどこのやつですか。ベルナールザンスですね。ザンスだ。インプリーツですかね。これがダルコーレトラウザーズ、ね、ダルコーレのグレーのパンツですね。この辺は PT のデニム、この辺はカンターターのデニムですね。カンターター、でこれがセラードアです、ね、バギーパンツみたいな、ね、バギーパンツ、おお、こういう感じですね。はい、ということで僕はできたんで皆さん作ってください。こっちもあるからね。いや、そう、これを使わなきゃいけないんですよ。そう、まずこっちを選んでいただいた方がいいかも。そうですね、はい、ということで、はい、コーディネートが完成しました。ではまず、はい、どうしましょうか、福郎さん。あ、思うんですか、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ先に行かせていただきます、はい、私は、はい、サンシャコンのジャケットのボックスです、はい、先ほど見せていただいたやつですね、はい、ジョンスメドレーのシーアイランドコットンのニットですね、うん、クルネック。あ、そうです。足元はジェームウェストンのローファー、ローファースウェードですか、それヌバック、ヌバックですね、うん、リネンコのジャケットだとこう機能感のあるスリッポンだとすごくマッチすると思うので、うん、まあ、それに合わせるパンツとして今のこうトレンド感といいますか、うん、そういうものをこう加えたいと思いまして、カンタータのテーパードデニムになります、うん、デニム。で、渡りがちょっと広くて裾が狭い、まあ、ちょっとロールアップして履くとか、うん、自然なトレンド感を。めちゃくちゃおしゃれ。すごい、はい、ジャケットの、ね、色のチェックの色味が全部のコーディネートの中に入ってますね。いや、私あっちのコーディネートがいいな。どういうことやねん。素晴らしい、はい、そしてじゃあ続いて、はい、谷口さん、はい、ウールのジャージのです、ね、ジャケット、これグレーの色なんですけれども、はい、それに、まあ、グランサッソのこの白のクルーのニットですね、はい、を合わせて、パンツはスモーキーなカラーの、まあ、うん、ベルナールザンスのパンツなんですけども、ちょっとこれ裾がフレア気味のタイプなので、はい、フレンチっぽい全体的な合わせになっています。確かにそうくるんですね。で、靴はウエストンの180のシグニチャーローファーのグレーブルーみたいな、はい、ちょっと何とも言えないニュアンスなんですけども、全体がちょっとこうグレッシュな感じでまとまるように、ちょっとこういった色で選んでます。イタリアンシック、フレンチシックですよ、ね、素晴らしい。そしてじゃあゆきちゃん、いや、もうちょっとこの流れで大変恐縮なんですが、はい、畳めるこれ、うん、これを車の運転中とかも脱いでて、うん、もう後部座席とかにボンって置いてるんだと思うんですよ、うん、でレストラン入る時にだけちょっと羽織るみたいなイメージで、うん、中にちょっと可愛さ欲しかったのでモックネックにしました。あえてのモック、もうこれはドストレートに白パン履いて、うん、この上質なベルベストにスニーカーを履いちゃうという抜け感もいいかなと思って、うん、でここ黒なのでこの中のニットの黒と合わせて、うん、素晴らしい。では、はい、最後星葉さんは、うん、はい、僕のコーディネートこんな感じですね。かかもう一択あるんですね。そんなに組んでくる。ああ、そういうことですね。まあ、どっちかどっちでもいいですけどね。ジャケットインザボックスのウールシルクリネン、これにこういうラベンダー、わあ、すごい、それ思いつかないな。これにね、白パンで白いスニーカーでもいいし、ジェームウェストンのベーシックなヌバックのローファー、これね、誰がやるかっていうと、カプリ島にいるお金持ちのおじさんとかこの色使いやるんですよ。ラベンダーこうやって刺してくるんだよね、ネイビーに。これなかなか素人はさせないです、ここに紫を。本当はね、 も、はい、もう一個あるならばこれでもいいんでね。こうすると間違いないんだけど、まだ5月なのでこのぐらいでとどめとこうかなという感じですかね。素晴らしい、いいですね。やっぱ近くに伊勢丹があると、うん、やっぱ持つべきものは近くの伊勢丹だね。ありがとうございます。本当そう思いましたね。今回の商品はもちろん伊勢丹さんでも購入が可能ですよね。はい、はい、なんですけれども BR モールにも伊勢丹メンズが入っておりますので、はい、こちらの商品購入していただくことが可能でございます。オフのシーンでも着ていただけますし、これってこうコーディネート変えるとこうビジネスのシーンとか結構ドレッシーなシーンでも着ていただけるので、こういろんなシーンでぜひベルベストを試してほしいなっていうふうに思いますね。いやー、面白いね、本当にベルベストの進化に聞けるってことと、あとやっぱりね、このラインナップ4人バラバラになったっていうのが面白かったね。それだけまあ多様性の時代にこのベルベストはカバーできているということだと思うよ。皆さんのいろんな好みがね、はい、反映できていると思ったので、うん、非常に勉強になりましたし面白かったです。いや、本当面白かったです、はい、ぜひ皆さんも参考にしていただいて、はいはい、ベルベストチャレンジしてみてはいかがでしょうか。そうですね、ちょっとお高いけど、うん、やっぱり手に入れる一着だと思いますね、うん、それではじゃあ最後お二方から告知を。近頃私もインスタを始めまして、伊勢丹
山新宿店の店頭にある商品のご紹介だったり、あとは自分の気分だったりっていうものをインスタでご紹介してます。あともう一つがベルベストのオーダーも随時受けることができますので、よかったらよろしくお願いいたします。じゃあ谷口さん。はい、2月16日からベルベストのコーナーもちょっとリフレッシュオープンしまして、新たな展開を迎えておりますので、ぜひ足を運んでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ星葉さん今日は以上ですか。はい、お二人またぜひですね来てください。はい、はい、ありがとうございました。はい、次回はこちらです。インコテックス、そこのショールームに行って春夏をですね深掘っちゃおうと。このブランドがあったからこそ世の中にいろんなパンツが生まれていった。ちょっと現代っぽいウエストがゴム、シャーリングになっていて、ちょっとアップデートしたモデルに涼しくて、これは軽いですね。形も綺麗なスラックスですよね。ネイビーのスタイル、これで白のスニーカーとか。なるほど。自分で自分の今日コーディネートを見てて、あのコーディネートでそのまんま本当に葉山のレストランに行きたくなりました。もう本当行きたい。もう人生なんてあっという間だと思うんで。そうですね、これねもったいないんで、皆さんいいものを買って、いい時間を過ごしてください。はい、はい、じゃあ最後宣伝を。はい、私実は4月から個性を生かして働く方を応援するための学校っていうのがありまして、そこでちょっと講師を務めさせていただくことに。フリーランスになりたいと思う方も結構多いと思うんですね。そうだよね。で、ベンチャー女優という肩書きでやっているのもあって、こういうふうに私は生きてきたよっていうのをちょっとお話できたらなって思ってます。素晴らしいね。そういうね、いろんな多岐にわたって活動しておりますので、ぜひSNS フォローしていただけたら嬉しいです。そしてこの BR チャンネル以外にですね、ミニマルワードローブチャンネル、シンプルライフスタイルチャンネル、それからキプリスチャンネル、それからフォルサスタイルの編集長もやってますんで、そちらの動画、それから YouTube の登録もぜひよろしくお願いします。またね皆さん。チャンネル登録はこちら。あ、探してる探してる。ここかな。めっちゃ見てましたけどね、初めから。光ってるかおすすめ動画はどこだ。ここか。あ、ここだお願いします。